テニスの全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、ブランドスラムは8日、男子車イステニスのシングルス決勝が行われ、第2シードの小田海斗が第3シードの G ・フェルナンデス、アルゼンチンを7対5、6対3のストレートで破り、大会2連覇を果たすとともに4大大会で4度目の優勝を飾った。 18歳で車いすテニス世界ランク2位の小田は昨年の全仏オープンでは四大大会初のタイトルを獲得。ディフェンディングチャンピオンとして出場する今大会、1回戦では同8位のアール・スパール・ガーレン、オランダ、準々決勝で同7位の TF ベリンク、オランダ、準決勝で世界ランク11位の三木拓也を下し2年連続の決勝に駒を進めた。決勝戦 開始から強烈なリターンを決めブレイクを奪い主導権を握った織田はゲームカウント4対1とリードしかしその後は積極的にネットに出るもフェルナンデスにパッシングショットを決められるなどしブレイクを返され追いつかれるそれでもゲームカウント5対5で迎えた第11ゲームで4度目のブレイクを奪い先行する続く第2セット 1> 第1ゲームで強烈なリターンエースを決めブレークに成功した小田は第5ゲームで2度目のブレークに成功。第8ゲームで一度ブレークを返されるも直後の第9ゲームで3度目のブレークを果たし、ストレート勝ちで2連覇を決めた。2007年、全仏オープンに車椅子テニス部門が創設されて以降、大会を連覇するのは国枝慎吾とエスで、フランス、2次ぐ史上3人目となった。なお 小田はキとのペアでダブルスにも出場しており、決勝に進出。同日の同校と第3試合に組まれており、単福2冠をかけて試合に臨むこととなる。